鼻がムズムズする気がする。そう、 TikTok あげました。お疲れ様です。ピンスピンスピンなのね。なんかあれだな、よくないな。こんばんは。ほっぺは天然チーク。スノピン、スノピン、お疲れ様、お疲れ様です。クリスマスマーケット昨日の写真です。お風呂上がりじゃない。めっちゃって可愛い。本当、眉毛だけでも描こうかしら。こんばんは。今日の夜9時に発表になったというか、発表の発表があって、そう、20日の夜9時から私の個人ファンクラブ内、個人ファンクラブ内で配信をすることが決定いたしました。はーい、こんばんは。なんだか運営さんが絵文字で、なんか絵文字におわせしてたから、私も絵文字でおいにおわせしたけど、秘密ね、言っちゃダメですよ。そう、におわせるんかいって思った。ファンクラブに入ってるので楽しみ。ありがとう。明日更新もしますね。コメントできる系？どうなんじゃろう？どうなんやろな？ちょっとちゃんと聞いてないんですけど。ねえ、コメントあってほしいな。ギフトとかはないんじゃないかな？うん。なんかファンクラブページのライブってとこで配信かな。そうだと思います。そう、ファンクラブ内で、なんか他にアプリとか入れるとかじゃなくて、ファンクラブ内で配信するっぽかったので、嬉しい。配信機能あったんか。なんかね、もともとあったわけじゃなくて、多分組み込めるよみたいな感じだったんですけど、そう、ファンクラブの設立するあのね、配信、最初に5人ぐらいでさ配信した時、 STU のショールームかな、公式の時に、なんか配信機能もありますみたいな書いてあって、で、え、ファンクラブの皆さんだけ見られる限定の配信とかもできるんですねみたいな話をしとったけん、あの、そう、でも誰もまだやったことなくて、その設備、設備っていうか、何て言ったらいいの、それもなかったの、そういうできるところがね、ツール。だから今回機能、それ作ってもらったっていうか、そう、だから一番なんです。みんながこの後ねできるようになれたらいいというか、先駆けてやらせてもらうだけで、そう、みんなできるようになると思うんだけど。こんばんは。明日更新します。そして
ばんは。なんかいっぱいね、更新したいことはいっぱいあるんですけど、マリオもまだ始めてない。定期的にするのどうじゃろう。できたらいいよね。したい私は。水曜日忘年会一次会で帰ろうかな。でも帰ったらみんな悲しむかもしれんけど、片耳イヤホンです、ね、聞いてください。水曜日仕事が21時半までで泣いてる。イヤホンとか無理か。通知とか来るのか。どうじゃろう。水曜は声ラジ今年最後。そうそうそう、声ラジの後に配信します。私は配信残るのかな。残るんかな。発表の練習しときますか。なんと私今村美月はこの度いい感じか。なんだって。皆さんがすごい、みちゅみちゅありがとう。マジですごい、ありがとうございます。やった、ありがとうございます。すごくまだ心の準備ができていないというか、準備はできてるんですけど、そうね、この感じがこれでこうなってこうなったんですけど、どうかついてきてください。めでたいかどうかだけ今教えて。12月20日21時から配信させていただく。その配信の中で発表するもの、どめでたいです。楽しみ。どめでたい。みんな我慢して、あともう48時間後にはみんな知ってるから。みんなじゃない、ファンクラブに入ってくれてる人は。いやでもみんな知っとるかな。ファンクラブで発表して、みんなさ、だって速報なんちゃらなんちゃらなんちゃらってポストポスト、多分運営さんもポストポストってしてくれるかもしれないから。もうね、今11時なんで48時間後にはみんなもおめでとう、おめでとう。
みたいな。嬉しいですね、配信できるようになるのも。最初に聞けるのがファンクラブってことね。そう、最初の文字はフですか。いいかもしれない。最初の文字なんだろう。いいかな、いい。イタリアユカすごいやん。ラムラミツキイタリア旅行。イリュージョンショートゥルルルルルルン、トゥルル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 ン、トゥルル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 ルン、トゥルルルル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 ルルン。お疲れ様です。めっちゃこれみんなに聞かれますね。順番変えようかな。私もね、触れていただいてもなんて言えばよいのか難しいところでございました。結果発表、結構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 明日こそ部屋をきれいに片付けるぞ。その髪型のみちゃ好き。え、めっちゃローポニーだよ。ここの巻き方がってことですか。チュルチュルチュン、チュルチュルチュン、チュチュン。見た感じ綺麗ですね。え、いい感じに綺麗なとこだけ映してるのよ。なんか聞きたいのある？あの日からワクワク入ってないの？え、入ってないよ。入ってほしいね。
ちゃ今日めっちゃ帰ったか。本当？なんでじゃろ。この空が鳥がだったよ。君が好きだ。これ歌えるかな。
僕たちの無意識は一体何色だ。愛しさはいつでもゆっくり近づく、さりげなく寄り添い混ざり合ってくように、愛は二人だけの特別な色さ。君も僕も今は見えてる愛の色はこんな色か。意識し始めた I love you。
何歌おうかしら。鉄の鉄のちょっと待って、 SKE さんちょっと離れようかしら。久しぶりにあれ歌いたいな。なんていう歌だっけ。I'm not afraid to die.
久しぶりに歌った。今日がどんな一日だったかなんて帰り道考えるよね。悲しいことや辛いこともあるさ、楽しいことが勝ち越せばいい。家族や友達や周りの人に心配をかけたくなくて、無理に微笑み嘘いくつかついて、君だけが抱え込むのはやめて。季節の風の向き感じたり、足元の花に気づいたり、小さな出会いにそう感謝できたら、僕らは幸せになれる。人は誰でも弱い生き物だから、お互いに支え合っているんだ。時にはきつい言い方したり、誰かの足を踏んでしまったり、誤解されたり、いろいろとあったけど、いつも希望に満ちている。進むことを教えてくれる。失うことは何かをいつか必ず手に入れられること。当たりは少しずつ暗くなり、夜を描く天線みたいな星たちで、ちゃんと明日が来るまで、夢を見よう。沈む空を見ているか、時が過ぎるその背中は美しいだろう。 Yes、 それなりの今日が終わり、全てリセットする夜が来るよ。家路を
急ぐ君は一人きり。どうして自分のことを褒めてあげないのかね。ちゃんと見てあげようよ。君が君らしく生きてること。うちの顔が優しい夕日に見えてきた。誰がまんまるじゃん。いい歌。いい歌メドレー。いい歌っていうか、ちょっと泣きそうになっちゃうメドレー。昨日は吹いてた幸せな風が、あいつの間にか止んでしまったようで、立ち止まって空
しだけ離れて歩いて行けたらいい。近づきすぎないで距離を保っておこう。後ろで見守ってるから、君は一人を寂しがっているけれど、その手と手が触れなくても、いつだって僕はここにいる。君のために離れて。僕が君を初めて意識したのは、去年の6月、夏の服に着替えた頃、転がってきたボールを無視してたら、僕が拾うまでコーチを見て待っていた。透明にそう呼ばれてた。僕の存在気づいてくれたんだ。熱い雲の隙間に光が差して、グラウンドの上、僕にちゃんと影ができた。いつの日からか孤独に慣れていたけど、僕が拒否してた。この世界は美しい。こんなに誰か恋しくなる自分がいたなんて想像もできなかったこと。未来はいつだって新たなときめきと出会い、遠い場所から君を眺めた。だけど時々その姿を見失った。24時間心が空っぽで、僕は一人では生きられなくなったんだ。孤独より居心地がいい、愛のそばで幸せを感じた。人の群れに逃げ込み紛れてても、人生の意味を誰も教えてくれないだろう。悲しみの雨打たれて足元を見た。土の
し君が振り向かなくても、その微笑みを僕は忘れない。どんな時も君がいることを信じて、まっすぐ歩いて最後歌えるかしら。悲しいことに出会うその度、そっとまぶたを閉じてしばらくじっとするんだ。決して涙我慢をするためじゃなくて、過去を振り返りたくなる。まだ幼い頃喧嘩して負けた僕に、普段から無口な父親にこう言われた。悔しいと思っているなら泣くんだ、次は勝とうと思えばいい。自分の部屋の窓から見た沈んでゆく夕日の空を、大人になっても覚えている。何があろうが一日は終わるんだと、あんたらにも一緒を忘れない。空の色いくつもの青やいくつもの赤があるって、この目で見て知ったよ。だから今でも時々思い浮かべる。知らないことや知らない色、ここで立ち止まりたくない。このまま進もう、悲しみとはきっかけ、笑顔になれるチャンスさ。それでは団長を読んでいきます。13位長谷川さん、12位台湾のコウさん、11位カリチックさん、10位良平さん、9位デサイスハートさん、8位ユキさん、7位ジャストミトさん、6位マサさん、5位ブルーさん、4位テリーピーさん、3位昔からおじいさん、2位アオさん、そして1位はジュルルルンジャジャン、南関大福さんでした。ありがとう。そしてランキングナンバー22位はジュルルルンジャジャン、一旦座ってもらっていいですかさんでした。ありがとうございます。それでは皆さん、20日の配信待っててください。ファンクラブぜひ。世界は静かに回ってる、少しずつ色を変えて、知ってる色だという
ないことだらけになる。だから自分